シャーププラズマクラスター IGGC1N の消臭試験を始めます。いつものように匂いのもとに、そして除光液をコットンパフに滴らします。この時点から計測を始めるようにします。今ご覧の通り、匂いセンサーの数値はどんどん上昇しまして200、300を超えました。間もなく7分が経過するところですが、やっと匂いセンサーの数値の上昇が落ち着いたようなので、これからどれぐらいで減少していくのかというのを観察したいと思います。間もなく実験開始から1時間が経とうとしていますが、初期値460が今361ですので、だいたい100ぐらいの減少は見られています。風量は今日の設定ですが、間もなく1時間が経過する、今1時間になりました。1時間の時点で匂いセンサーの数値は361ですので、約100減少したということが確認できます。一方でオゾンセンサーの数値の上昇は見られていません。1時間の時点で匂いセンサーの数値は約、今もう360になりましたので100減少しました。でオゾンセンサーの数値は上昇していません。引き続き観測します。実験開始から間もなく2時間が経とうとしています。初期値の匂いセンサーの数値が470でした。で1時間後が360で、今2時間経過した時点で274を指しています。ということで減少は1時間で100まで、今回は達しませんでした。初期値が460、1時間で360、2時間経過した現在で274ということです。もう少し減少するように思われますので引き続き観察を続けます。間もなく実験開始から4時間が経とうとしていますが、匂いセンサーの数値は今103を指しています。開始時が460でしたので、360近く減少しています。今4時間が経過しましたが、匂いセンサーの数値は103を指しています。1時間の時点で360、2時間の時点で274という数値でした。で4時間が経過しましたが、まだ103を指しています。一方オゾンの数値は上昇が見られていませんということなので、オゾンは出ていないのか、非常に微量ということで計測できないというような状況かと思います。引き続き経過を観察します。間もなく試験開始から7時間が経過しました。匂いセンサーの数値は46になりかかっています。オゾンは発生していないようなのでメモリの上昇は見られません。開始時が460でしたので、それから数値は大幅に減少しましたが、7時間を経過した時点でまだ完全に消臭しきれていません。4時間の時点で103でしたので、100を切ってから3時間が経過しましたが、未だに
47、46ということなので、非常に消臭効果が弱いということがお分かりいただけます。ゼロになるまで、もう少し様子を見たいと思います。試験開始から8時間が経過しましたが、匂いセンサーの数値は39ということで、7時間を経過した時点で46でしたので、1時間かけても8しか減らないということなので、このまま観察しても0までは到達しないと予測されますので、試験はこれにて終了したいと思います。プラズマクラスターに関しましては、匂いを消臭する力が非常に弱いと。オゾンセンサーの数値はまだ0を指していますので、オゾンの上昇は見られていません。しかし消臭効果に関しましては非常に弱いということがお分かりいただけるかと思います。シャープ IGHC15B の消臭試験とオゾンの発生量を、試験します。474をピークに今後減少すると予測されます。匂いセンサーの数値とオゾンの発生量を調べてみたいと思います。消臭試験の開始からご覧の通り9時間と9分30秒は経ちましたが、匂いセンサーの数値は274より下には下がりません。初期値が474でしたので、半分まで数値が9時間経っても半分まで下がらないということが判明しました。200は下がりましたが、474の数値が現在274ということで、9時間10分を経過したところで、半分にも到達しないということがお分かりいただけます。一方でオゾンの数値は上昇が見られませんので、オゾンが出ていないことは確認しました。ゼロに持っていけるような状況ではありませんので、9時間10分にて、消臭実験を終了します。続いてパナソニックの FGMK-01K の消臭とオゾン濃度の計測をしたいと思います。2分が経過して匂いセンサーの数値は407に達した後、上昇が止まったように見られます。数値が減少を始めましたので、ピークは407ということで、ゼロになるまでの様子を見たいと思います。試験開始から18分50秒経過しましたが、ご覧の通りオゾン濃度が急上昇しています。今 0.05ppm のところのインジケーターが光っていますが、オレンジ色が光っています。一方で匂いセンサーの数値は342ですので、開始時の407に対して50以上は減少が見られましたが、一方でオゾン濃度が急激に上昇していることが観察できます。引き続き継続して観察してみたいと思います。試験開始から間もなく1時間が経とうとしています。匂いセンサーの数値は290。1時間が経ちました。匂いセンサーの数値は290ですので、開始時の407に対して100以上減少しました。一方でオゾンの数値は今 0.05ppm のオレンジ色のランプがついています。オゾンの発生に関しましては、18分を経過した時点で 0.05ppm、
0.07ppm まで上昇したのを確認しました。それから 0.05ppm という状態が続いています。匂いの減少に関しましては、初期値の407に対して289ですので100前後の減少ですが、比較的匂いの減少のペースは比較的少ないような気がします。いずれにしましても継続して観察します。今試験開始から3時間が経過するところです。匂いセンサーのスイッチは180まで減少しましたが、開始時の数値が407ですので、3時間かけて大体半分ぐらい減少したという状況になっています。一方オゾンセンサーの数値に関しましては、今 0.07ppm から最大で 0.1ppm まではいっていませんが、今 0.07ppm のメモリがついたり消えたり、今 0.07ppm という状況になっています。3時間を経過して匂いセンサーの数値はまだ180という状況、今 0.1ppm にオゾン濃度が達しました。3時間を経過して匂いセンサーの数値は180、オゾン濃度が最大 0.1ppm を指しています。引き続き経過を観察します。4時間半が経過しました。オゾンセンサーの数値の大きな変化が見られました。先ほどまで 0.05ppm あたりを指していたのが、この30分間で大幅に減少しまして、今オゾンセンサーの数値は0を指しています。一方で匂いセンサーの数値も上昇を始めまして、先ほど150あたりに下がっていた匂いセンサーの数値が今276を指しています。匂いセンサーの数値の上昇、大幅な上昇と、オゾンセンサーの数値がこちらは逆に大幅に下降しています。4時間半の時点で、そのような現象を確認しましたので記録しています。継続して観察します。今試験開始から5時間が経過しました。先ほど上昇した匂いセンサーの数値は4時間半の時点で273まで上昇しましたが、それから100以上減少して今148を指しています。一方0まで、オゾンセンサーの数値で0まで加工していたオゾンセンサーの数値が今 0.05 の下 0.03 を指しています。先ほどこの数値が 0.05 からさらに上の 0.07 あたりまで上昇するのを確認しましたが、先ほど一旦0まで減少したオゾンセンサーの数値はご覧の通り 0.03 あたりを上昇したり下降したりということを繰り返しているので、オゾンが出ていることが確認できます。車を運転するときに使う車載用の空気清浄機ですので、5時間続けて運転することはあまりないとは思うのですが、いずれにしましてもオゾンをずっと出し続けていること、今 0.05 を超えましたけれども、オゾンが出ていることは確認しました。それから匂いセンサーの数値は0には到達しないということも確認しています。5時間を経過しましたので、今回の試験はこれにて終了したいと思います。次に富士通製
プラズィオン DAS15E の消臭試験とオゾンの発生状況を確認します。354をピークに数値が減少を始めています。早い段階から消臭効果が確認されます。10分経過しました。匂いセンサーの数値は284、オゾンセンサーの数値の上昇は見られていません。開始時が354でしたので、10分を経過して70程度減少しているということが確認できます。20分が経過しました。匂いセンサーの数値は261を指しています。開始時が354したので順調に減少しているのは確認できます。オゾンの上昇は見られていません。30分が経過しました。匂いセンサーの数値は229を指しています。開始時が354でしたので130近く減少しているのを確認しています。匂い一方でオゾン濃度の上昇が見られています。開始時は0だったんですが、現在 0.01ppm から 0.02ppm あたりを指しています。1時間が経過しました。匂いセンサーの数値は132、開始時が354でしたので200以上の減少が確認できています。一方でオゾンセンサーの数値の上昇を確認しています。現在 0.03ppm、 オゾンの濃度が 0.03ppm に上昇しています。匂いの減少が確認されるとともにオゾン濃度が上昇しています。1時間半が経過しました。匂いセンサーの数値は64、開始時が354ですので300近く減少しています。オゾンセンサーの数値はこちらは上昇しまして 0.04ppm、 1時間の時点で 0.03ppm でしたので、さらに30分が経過して 0.01ppm 上昇したことを確認しています。2時間が経過しました。匂いセンサーの数値は21を指しています。オゾンセンサーの数値は 0.04ppm を指しています。オゾンセンサーの数値は90分の時点で 0.04ppm に上昇し、現在も 0.04ppm のままになっています。匂いセンサーの数値はもうそろそろ0になるようですので、引き続き観察します。2時間17分40秒あたりで消臭は完了しています。一方でオゾンセンサーの数値は 0.04ppm を指しています。2時間半が経過しました。匂いセンサーの数値はマイナスになっています。オゾンセンサーの数値は 0.04ppm ですが、先ほど 0.05ppm に上昇していました。3時間を経過した時点でオゾンセンサーの数値は 0.05ppm を指したままの状態になっています。オゾンはかなりの濃度が検出されており、人体に危険なレベルに近づいていると言って、いいかと思います。3時間半が経過しました。大きな動きがあったので、撮影しています。オゾンセンサーの数値が今0に達して、一時期 0.05ppm を超えてオゾンセンサーが反応していたんですが、今0になっています。一方で匂いセンサーの数値が123まで上昇して、この容器の内側にご覧の通り水蒸気が中に、充満している、ちょっと曇ったような状況になっていることがご確認いただけると思うんですが、
中に水蒸気が発生しています。これはフィルターをきれいにするようなプログラムになっているということなんですが、同時に匂いも発しているということがご確認いただけると思います。オゾンセンサーの数値はゼロに戻りましたが、匂いが発散されて、匂い何らかの匂いを出していることが確認できるかと思います。次にナイトライド社製 LED ピュア AH1 の消臭試験とオゾンの発生量を観察します。匂いセンサーの数値が382から3に差し掛かっていますが、だいぶ上昇のペースが遅くなっていますので、もうそろそろピークに達していると思われます。減少を始めました。ピークは383をピークに減少を始めています。30分経過しました。今の匂いセンサーの数値は209、開始時が383でしたので180近く減少しています。30分で180ほど減少しています。オゾンの上昇は認められません。30分の時点で、だいたい約半分ぐらいですか、減少が確認できています。オゾンの発生は認められません。継続して観察します。1時間経ちました。匂いセンサーの数値は7まで減少しています。オゾンセンサーの数値の上昇は認められません。1時間経過したところで匂いセンサーの数値が7まで減少しています。初期値が383でした。30分の時点で209でしたので、30分以降の減少率が非常に高いことが分かります。209の数値が30分で7まで下がったという状況です。試験開始から1時間と2分13秒が経過しました。匂いセンサーの数値は0に到達しています。1時間と2分20秒あたりで匂いセンサーの数値は0に到達したまま、点滅もしていないのでマイナスに触れました。もうすでに匂いの元は消臭を完了しているということになります。LED ピュア AH1 は1時間3分に満たないで、匂いのもとを完全に分解しているということがお分かりいただけます。一方でオゾンの発生は認められません。人体に有害なオゾンを発生せずに匂いを分解しているということがご確認いただけると思います。次にナイトライド社製 LED ピュア AC1 の消臭とオゾンの発生状況を観察します。もうすでに数値が減少を始めています。357をピークに数値が減少を始めています。早い段階から消臭効果が確認できます。10分が経過しました。匂いセンサーの数値は118です。初期値が357でしたので、すでに240、すでに10分で240数値が減少しています。非常に速いスピードで匂いが取れていることが確認できます。一方でオゾンセンサーの数値の上昇は全く見られていません。引き続き観察します。20分が経過しました。匂いセンサーの数値は47を指しています。初期値が357、10分後が117、20分後が45ということですので、非常に速いスピードで消臭していることが確認できます。オゾンセンサーの数値は全く上昇が見られていません。ゼロになるまで観察を続けます。
30分が経過しました。現在の匂いセンサーの数値は19、初期値が357、10分後が117、20分後が47、30分後が19ということで、確実に消臭が行われているということが確認できます。オゾンセンサーの数値は上昇が見られていません。引き続き観察しますと言います。43分になりました。匂いセンサーの数値は0を保持していますので、消臭が完了したと思われます。オゾンセンサーの数値の上昇も全く見られていません。このように LED ピュア AC1 は非常に高い消臭効果を持っていると、一方で有害なオゾンの発生もないということがご確認いただけたかと思います。